学校法人大原学園は東京都千代田区に本部を置く学校法人である。専門学校を中心とし大原簿記学校を代表とする。校舎のほとんどは赤レンガ風の色彩に統一されている。現在は学校教育法第132条により大学への編入も可能だが設置コースが目標とする業種、職種ごとに細分化されていることもあり。 実際に編入した生徒がいるかどうかについては明確に発表されていない。ただし、一部コースでは大学編集サポートとして大学通信教育課程と連携教育を行っており、専門課程卒業と同時に大学卒業も可能である。社会人講座のうち受講コースによっては通学定期の発行要件を満たし、学生証の交付を受けることができる。 この場合は、専修学校在籍者となることができるが、対外的には、一般家庭ではなく、専門家庭として扱われる。ただし、大原の内部区分上はあくまでも、社会人講座受講生であり、前述の専門家庭在籍者とは区別される。以下のものは、当講座を、資格取得サポート制度により特別料金で、受講することができる。母器の発展と交流の輪を広げる。 職業会計人を増やすことを目標に開催されている母記のインターカレッジ。競技時間について、競技時間については、実際の検定試験とは次のように異なっている。公明が多岐にわたるため、以下では主なものを記載する。以下は後日の大原出版が運営。なりたい自分になる。というキャッチフレーズのコマーシャルで、関東地区では日本テレビ限定で、 主に学生の夏季休暇時や年末年始時を中心に放送されている。また、全国版とは別に地区独自の CM を制作し、民放各局で随時放送している地域もある。2021年1月から全国版はフルアニメーションの新バージョンが放送され、CM ソングにはザ・大阪ブルのダーリンダーリンを使用している。 また2014から2015年頃には大人の大原と題した社会人講座バージョンの CM も随時放送されていた。また関東地区では毎年8月頃に日本テレビ庁の情報番組 ZIP 内にて60秒のインフォーマーシャル CM が1週間放送される。この CM は通常とは異なりタレントが専門家庭の授業を見学したり 生徒にインタビューする内容の中心であるが、出演者全員がタレントでドラマ風の演出がなされる場合もある。かつては、本気になったら、大原、なりたいを学ぶというキャッチフレーズを使用していた。ただし、本気になったら、大原は、学園案内やコースガイドの冊子、ポスターの一部、一部地区の独自 CM 等では2019年以降も引き続き使用されている。 ありがとうございます。